新型コロナの感染者が見つかり隔離状態にある中国成都の住宅団地にディスコが作られ、防護服を着た医療スタッフらがパフォーマンスを披露しました。ペンライトを持って踊る防護服のスタッフたち。住宅団地の広場が成都頑張れとライトアップされています。中国メディアによりますと、13日夜、四川省成都市にある封鎖された地区で隔離中の住民を楽しませるため野外ディスコが設置されました。 SNS ではディスコ設置に好意的な声がある一方、夜は休んだらどうかとスタッフを心配する声も上がっています。成都市では11月以降20人以上の感染者が確認されていて、少なくとも2万人以上が隔離されています。